はい、速稼塾の久保です。今日はね、暗号通貨の XRP についてちょっとショッキングなニュースをお届けします。まあこれはですね、ちょっと画面切り替えてお話ししますけども、私のいつも使っているクリプト GT というね、なんて言いますかね、取引先と言ってもいいですかね、私のこっそりと活動している暗号通貨取引所なんですけども、どちらかというと老舗というよりも新しいところなんですよね。クリプト GT のニュースです。 XRP 関連通貨ペアのトレード並びに XRP のご入金につきましてということでいただいています。ここの CEO とね、ちょっと知り合いでですね、台湾の CEO なんですけども、いろいろとね、暗号通貨のことを一緒に進めてきたんですけども、こういうふうに公式発表出てますね。 XRP 関連通貨ペアのトレード並びに XRP のご入金につきましてということでございます。このね、枠で囲っているところが大事です。2つ、 XRP 関連通貨ペアに関して全ての新規ポジションの保有を禁止、停止、保存ポジションの決済は別、ね、1つね、もう XRP の取引できなくなったと。もう1つは XRP の新規のご入金を停止ということなんで、 XRP がもうポジション持てなくなったんですよね。私もここからね、 XRP を決済しなくてはなりません。かなりの金額ですとなると、XRP の価格が下がることが考えられますね。私の場合はここから決済して他のところに XRP を移そうかなと思うんで、私の XRP 保有額は基本的に買えないんですけども、ただ他の方はどうかなと思ったらね、ここまでね、発表がはっきり出ると多分手放す方多いんじゃないかなと思って、これはね、20円とかを切ることは覚悟しないといけないですね。で、私追加購入もしてしまったんで、多分追加購入のあの水準も下がると思うんですよ。ちょっとね、 XRP 頑張ってほしかったけど、ショッキング、使われないかもしれないな。初めて私 XRP についてね、ちょっとネガティブな感情を持ちますけどもね、まあなくなることを覚悟して、ポジション取ってるんで、金銭的なダメージはあんまり気にしなくていいんですけども、まあ一つね、応援してた暗号通貨が一個消えたなというふうに今日は思いましたね。そのぐらいここのクリプト GT との関係はね、ちょっと私ちょっと並々なるものがあったんですよね。ただ日本の取引所では今のところまだこんなネガティブなことになってないんで、もしかしたらね、日本だけで XRP が少ないファンが使っていくのかもしれないですけどね。いやでもこれショックですね。なんか暗号通貨の取引ってその未知の部分が結構あって、だからこそ面白かったんですけどね。長年連れ添った友人が、旅立つような気持ちです。いやーこれはね、ショックですね。こうやって XRP の扱いを減らすところが増えれば、本当に不利になってきますからね。まあだから逆張りで買いますって方もいると思うんですけども、いや痛いなこれは、ここの取引がなくなるのは。まあ今20円台をなんとかキープしてるところですよね。まあ ADA がちょっとその代わりいい感じですか。12月30日の深夜2時47分の時点で19円と03をつけてますね。まあまあここがまあまああるからいっかっていうところにはなるんだけど、 XRP ねちょっと旗色悪いですね。まあね、 XRP 頑張ってよって言ってもやることないですけどね。まあそれだけです。はい、今日はあまりいいニュースじゃなかった、個人的にはいいニュースじゃなかったですけども、70円を超えた段階で結構ね、あの決済して、XRP 本当良かったってね、放送を見て、見させてもらって参考になったっていうね、感謝のメッセージたくさんいただいて、まだそんなね数週間しか経たないのに、まあ、あの時決済しといて良かったです。本当に半分決済をお勧めして元金はここで確保みたいな方が一番多かったと思いますんで、私みたいにねまだまだ伸びるというふうに思いつつ持つ人ってのはあまりいなかったと思いますけども、まあ良かったですね。私は生地、暗号通貨に対する
入金の余力がある分だけに放置してしまいましてね買いますぐらいのことをしてしまったんですけども、まあいいでしょうね。 XRP2021 年中にどうなるかがまあわかるんじゃないですかね。まあのんびりと見ていきましょうか。やっぱりそのぐらいのんびり見ていくね気持ちが必要ですね、暗号通貨ね。じゃあいってらっしゃい。